さてと涙を慣れない場所でちぎれた雲が流れてゆく。する木曜日、ジャル KB です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日お送りするのはドラムのエルザとベースのダンチです。お願いします。お願いします。リズム隊で今日はそうですねやらせていただこうかなと思ってるわけなんですけども、ちょっと慣れてないんでこれ、はい、意外と今声張ってる状態ですよね。これそうですね、本当のラジオだったらこんな張らないでしょ。張らないんですよね。はい、いいか、まあ徐々に慣れていきましょうか。慣れていきましょうか、はいはい、なんかね、ちょっと不思議じゃないですか、その携帯の前で、うん、こうなんか喋ってるっていうのがね。いや、そうなんですよ。だからちょっとまだ加減がね、ちょっと分かんないですけど、うん、なんかいきなり怒鳴ったりしたら本当ごめんなさいね。はい、ね、そんな感じなんですけども、僕ですね、ちょっとオープニングテーマ作ってみたんですよ。聞いてないよあ、まあ聞かせてない、聞いてないよ。いや、聞かせてないんで。聞かせてもらってないっすよ。聞かせてないんですけどね、まあ、ダンチがこうタイトルコールをしてくれたら、はい、流れるように恋する木曜日を、まあ、この後、うん、それでは行ってみましょう。 JALKB の恋する木曜日的なのを言ってくれたら、これかかるようになってるんで、いけます。ジュアル KB の恋する木曜日って言ったらかかるんですよ。聞きたいですか。聞きたくないといえば嘘になりますなんでそんな言い方すんの。いや本当に、正直だから作ってきたっていうのは、うん、僕さっきリツイートしましたから。あ、本当ですか。知ってましたけど、うん、実際にまだ曲は本当に、はい、本当に聞いてない。聞かせてもらってないっすよ、うん。なんでそんな言い方なの。なんでそんな言い方なの。まあまあ、でもとりあえず聞いてほしいなと思って。いや、ちょっと楽しみですね。いいですか、はい、いきます。はい、じゃあタイトルコールお願いします。ジュアル KB の恋する木曜日。待って、いやー、恋する木曜日ね。え、今日はドラムのエルザとベースのダンチで作ってないでしょ。作ってないでしょ。いや、これね、フレーズが降ってきた。いや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 、え、だ、これは何、え、スカパラさんが演奏してんの。いや、違う今日はさっき夕方ね、夕方、うん、なんか降ってきたね。いやいや、これはありものじゃないですか。いや、ありものじゃないですよ。マジですか。ちゃんとちゃんとちゃんともう一回聞いてくださいよ。
や、これあるやつだよね。いや、ないですこれ。いや、ちょっとなんかこう一瞬鼓動がドキドキする感じで始まるけど、いやいやいや、このブン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 がさ、なんかそこ一番訴えられそうじゃない、なんか。いいね。いい感じじゃない？どう？まあ何これ、なんか似てるのがあるの？似てるのというか本物がありますよね。何これ、ね、本物ってない。本物じゃないでしょこれは。いや、あのフレーズが降ってきた。あ、そうなの？うん、よく曲作る人言うでしょ。あ、そうか。なんかフレーズが、メロディーが降ってきたとか。そうか、えちゃんあんまりそうだよね、うん、ラジオあんまり今まで聞いたことないから。うん、うん、ラジオわかんないもん。そっか、うん、ラジオ派じゃないもんね、うん、ただ曲名は、うん、まあ、あの恋する木曜日なんで、何でしょうかな、ラブリースイートサンバとかでしょうかな。ラブリースイートサンバにしようかな。 やめた方がいいと思うけど。え、なんでなんで。ほんと、うん、これなんかまずいの。どうなん、まあ別にこれプライベートでうん、やってるものですから、うん、いいのかな、いいだったら。なんか似てる曲あったんだね。あるよね。あ、じゃあセンスが似てるんだね。いやいや、その人と。まあ、あのこれメンバーにね、うん、あの一回今度聞いてもらって、うん、これはダメだよって怒られたらやめようかなと思ってたんで。あ、本当、はい、でもえっちゃんは完全に降ってきたわけでしょ。降ってきたもん。だ、完全に降ってきたのを俺はやっぱ頭ごなしに否定はできない。それやっぱね、うん、作り手のやっぱ気持ちを考えると、うんうん、だけど、うん、完全にやっぱ被ってる曲はありますね、これは。マジで。はい。いや、始まりが勇ましいけどさ、結局そうなんだよ。デレって言っちゃってんの、もうデレって言っちゃってんの。口で言ったらこれもう大体一緒だって、本当にまずいよ。やばいよ。やばいやばい。完璧だな。いや、完璧でしょ。本当？うん。まずい？なんか無理やりベースがなんか生きてる感じがする、ね。ちょっと歪んでたね。そうだね。ベースが。うん、まあまあまあ、これはあの置いといて。ただラジオっぽい気分は出ます、確かに。でしょ？うん。うん、だからとりあえず、今日はこれで。そうですね。うん、いいんだったらこれいいと。そう、困ったらこれかけたら。なるほど。うん、いいかなと思って、うん、持ってきたんで。すごい。はい。前回から比べて急に。そうですね。ラジオっぽくなって。なんかやっぱ、やるんだったら、うん、真剣にやりたいなと思って。そうですね、はい、そのコンセプトでこのバンドも始まりましたから。そうなんですよね、うん、だから、まあ、いろんなとこ音楽も真剣にやるし。そうだね、ふざけるときは真剣にふざけて。なるほど、原点をちょっと思い出させてくれた感じで。いい曲かもしんない。洗脳されちゃったよ。誰が何と言おうといい曲かもしんない。本当に、うん、よかった。そう思えてきた。いや、団地はいつも僕の曲をね、すごい理解してくれるから、うん、全部いい曲ですから。いや、分かってくれるなと思って、はい、そうですね、持ってきたんで。なんか早速スタジオ入って、うん、はい、練習したくなりました、ね。あ、僕はしたくないですけど。そうですか、はい、本当ですか、はい、これしましょうよ、せっかく。いやいやいや、大丈夫です。マジですか。はい、あ、そう、はい、ほとんどもうドラムとベースしかいないんで。いいんじゃないですか。2人になっちゃうんで、スタジオが。本当、はい、エディ横で気持ちよくね、なんか揺れててもらう。リズムに合わせて。いいですね、うん、はい、今度なんかやってみましょうか。やりましょうよ、ね、スコアを出しましょう。これ売れないでしょ。あ、本当、はい、多分いろんな関係各所から。そうですか。多分怒られるやつなんで、これドレミ出版さんもダメですか。あ、ダメでしょ。あ、ダメですか。協力してくれないやつだから。そうですか、うん、新興ミュージックさんもダメですか。そう、横でね、レコード会社の人がね、バツバツって言って。あ、そうですか。今ダメみたいですよ。なるほど、はい、ちょっとね、これ今日聞いた人は内密にしていただいて、うん、あんまり広がるとこれ本当に大変なことになるんで。そうね、はい、これ訴えられたら完全負けパターンのやつなんで。なるほど、はい、ちょっとお遊びというか、うん、オマージュというか、おリスペクト。なるほど、英語をいっぱい使うといいね。いいでしょう、うん、いい感じにぼやけるね。バカしてるの、うん、オマージュだって。でもやっぱなんかラジオっていうとこの曲っていう、うんうん、ね、代表的な僕ら世代から言うとね。そうでしょ、聞いたことある。聞いたことある。大好きだった。あんじゃん、うん、大好きだったからでしょ、うん、うん、ごめんね。ふって思い出したんでしょ。そう、ふって思い出した、うんうん、ふってきたわけじゃない。そうだよね。そんな感じで、はいはい、恋する木曜日なんですけども、うん、先週から始まりまして。そうですね、先週は、はい、ジャルケビー大きいライブが2つありました。そうです。水戸でワンマンライブ。そうです。そして土曜日、はい、埼玉スーパーアリーナの方で
スカルシットの、はい、ザライブ2011に参加させていただきましたけど、スカルシットありがとう。どうでしたこの、うん、その2日間。いやー最高でした ね、 ね、うん、やっぱりこのツアーで、うんうん、あのね、いろいろ土地はありましたけども、うんうんうん、そうですね、はいはい、こう東の方の地域に、うん、はい、行くのがこの水戸で初めてだったじゃないですか。そうなんですよ ね、 ね、だからあのちょっと開催も危ぶまれたというか、うん、はい、その関係各所からそうです、ね、あの本当にやっても大丈夫ですかとか、うん、ライブハウスさん側のね、はい、こととかもありますし、あのお客さんのことも考えて、そうです、ね、できないかもしれないってなってたんですけども、やっぱりもしねちょっとでもできるんだったら、はい、やっぱ僕らが行きたかったじゃないですか。そうなんですよ、うん、だから行けて、だからそれ終わるまでね、うん、あのちょっと不安だったんですけども、うん、皆さんの協力で無事終えることができて、はい、あのたくさんジュアラー来てくれまして、いやすごかったです ね、 ね、本当に水戸にね来てくれるとは、いろいろね、なんかお家がこうなんか壊れちゃったりとかっていう人が実際たくさんいたんですけども、それであんだけね楽しんでくれて、もう本当によく、まあ、皆さん言いますけども、うん、逆にパワーをもらってしまったというね。そうだね、はい、本当に、うん、なんか行けて俺らも良かったなというか、はい、あのちょっとでもねこう楽しんでいただけたり、うん、笑顔になってくれたらねやっぱりいいし、で茨城の、うん、友達から本当にずっと断水が続いてるっていうのを聞いてたんで、うん、そしたらそのライブハウス、ライトハウスさんが、うん、もう僕らが行くっていう、うん、もうだからちょうど1ヶ月前ですよね、あれ断水とか始まったのも、うん、そっからもうずっとあのペットボトルの水を用意してくださってて、うん、はい、心置きなく、えっちゃん飲むでしょいっぱい、めちゃくちゃ飲む俺ライブ中、うん、助かったでしょ、助かった、あれ全部1ヶ月前から、へえ、そうなんですよ、嬉しいね、だそのパワーをもってしての、うん、埼玉スーパーアリーナだったんでね、はい、ちょっと圧巻のステージでしたね。すごかったですね。景色すごかったですね。うん、僕らあまりあんまなんかね、ジュアルゲームでっかいところであんまりやったことないんで。ね、場所もそうですし、うん、まあ場所はもう正直僕はアックス以上は全部大きいところと思ってるんで、うん、1000人以上はもう、うん、なんていうんですか、感覚がよくわかんないんですけど、うん、ただ周りのその、うん、一緒にやらせていただいた、うん。メンツがもうちょっと恐ろしいメンツでしたね。そうじゃないですか、はい、だから僕はもう自分の出番が終わるまではもう見ないで、うん、あのモニター以外はね、うん、実際直であの会場行っちゃうともう緊張して弾けなくなるんじゃないかっていうのがあったんで、うん、そういえば男児かたくなに楽屋から、はい、ね、出なかったですね。終わってからはもうバーッとちょうどメイク落として、はい、10フィートさんから見させていただきましたけど、うん、はい、すごかったもんね。もう涙止まんなかったですね。え、どこで？いやもう10フィートさんのライブ、うん、すごかったですよ。いやすごかったですよ。もうお客さんも一体となって、うんうん、はい、もう流れてきたお客さんがみんなこうあの僕らが横で見るスペースあるんですけど、うんうん、そこをこう走って戻っていくんですよね、客席。まあ皆さんねあの、はい、転がっていくんで、すごい勢いでしたよあれは。もうね、涙が本当、なんか止まんなかったですね。明るい曲やってんのに、うん、止まんなくて、それを冠さんに見られたっていうのが一番恥ずかしい。痛いですね。ですけどね。はい、まあ、あの今回僕らあのスペシャルゲストで冠さん一曲 ね、 そうですね、やってもらって、はい、はい、あのザ・冠の冠哲也兄さんと、うん、ね、コラボできたんですけど、スカルシットのお店紹介までしてましたけどね。してましたね、はい、立場がよく分かんないですね、あの渋谷の街であの格好でなんか、ね、ロケして、ね、ロケしたみたいですけども、はい、はい、いやいや、でもあの貴重な経験をね、すごかったですよ、ね、なんか T シャツもね、だ僕の友達もね、うん、あの来てたんですけどね、うん、欲しかった T シャツも売り切れだったって言ってました、ね、はい、なんか物販もすごい並んでましたもんね、ね、物販ね、いやー、だ本当もう二度とこんなステージには、うん、こんなイベントには立てないかもしれないっていう気持ちでやったんで、うん、あ、うん、いやでも全力で JAL 警備をね表現できたんじゃないかとは、そうですね、思うんですけどね、あの中から一人でもね、ね、そうね、一人でも JAL になってくれたら嬉しいかなと、嬉しいですね、はい、思うんですけど、はい、そろそろ一曲いきましょうか。いきましょう。あの僕よくですね、あの、はい、リミックスとか作ってるんで、今日はちょっと、あの、JAL警備の曲をリミックスしたものを、あの特別に、あ、そうですか、はい、聴いていただこうかなと思います。聴いてください。ベイカー・ベイカー・パラドックス。ベイカー・ベイカー・パラドックス。ベイカー・ベイカー・パラドックス。
JRKB でベーカーベーカーパラドックスのリミックスでした。こんな感じの。いつの間にこれを作ったんですか？これ結構あの前ですけど、はあ、はい、すごいですね。ありがとうございます。あれ、ダンチには聞かせてなかった？僕は初めて。あ、本当ですか、はい、前なんかいろんなねリミックスそうですね聞いてもらったけど初めて聞いた人はこれいきなりリミックス聞いてもそうなりますね、はい、何をリミックスしてるんだっていう。そうですね、なりますね。だこの曲のオリジナルは、うん、この間、はい、2月9日に発売されました、はい、そうですね、JRKB のアルバム「InVade」の中にあのオリジナルが入ってますんでチェックしていただいて。そうですね、ライブでも今やってますし、はい、はい、ぜひぜひライブにも遊びに来てください。聴いていただきたいですね、うん、まあそんな感じなんですけど、うん、うん、いいじゃないですか。なんかラジオっぽいですね。本当はだから1曲でも多くね、うん、やっぱり皆さんに知ってほしいんで、そうですね、聴いてほしいんで、うん、あのかけたいんですけども、うん、前回が確か1曲しかかけれなかったんですよね、うん、何でしたっけしかもね、ボーカルが歌ってないやつでしたっけ。そうですね、何でしたっけタイトルとある恋、とある恋、そう、うん、ボーカルが歌ってないっていうね、うん、ギターのエディが歌ってる、エディ君が、はい、歌ってるやつね、はい、それを何回かけたかね、あれ相当かけたね、ね、うん、だから今日とかはやっぱチャンスなんだよ、うんうん、チャンスとは、あのチャンスとは、とある声しか、うん、はい、かけない人がいない今日はいろんな曲を聴いてもらう。そうですよね、はい、チャンスだと。チャンスです。なるほど。じゃああれだね、最初にリミックスをかけたのはちょっと間違いかもしれないねいきなりリミックスだと、うん、オリジナルの後リミックスとかの方がいいかもしれない。ちょっとね、あの、うん、今はあのこうジュアラー向けにね、はい、やってしまいましたね。そうですね、うん、一応やっぱまあジュアラーは本当にこれは喜んだと思うんですけど、あ、本当、一人でも多くの、うん、はい、ジュアラーにやっぱ、ね、ライブに来ていただきたいっていう趣旨のもとで、ね、うん、はい、このラジオも ね、 そうですね、やってるわけなんで、うん、まあ、いろいろ曲の方もね、はい、かけていきたいと思うんですけども。そうですね、はい、なんかあれですか。いやでもいいですね、ここに目の前に、うん、CD もいっぱいあって、 JRKB のね CD をね今日ね全部持ってきてもらったんですよ。この間もこの CD ラジカセで流したんですよね。いや違いましたっけ。 CD ラジカセは違いますけど、 CD ラジカセってでもすごいね。何がCD ラジカセはなすごい。え、ちょっと何、いや、こんなに音がよく聞こえるんだなと、うん、はい、CD ラジカセ初めてですか。よくスタジオでレコーディングした後に、うん、あえて、うん、そのラジカセチェック、ラジカセチェックをするじゃないですか、うん、あれが分かりますね、ここでこうやって聞くと、はい、だ最初不安だったんですよ、ラジオこういう、うん、もうなんか普通に電話の前でこうね、うん、なんか喋ってるだけみたいな感じですけども、うんうんうん、これちゃんと聞こえてるんでしょ。音聞こえてますよ、ね、意外とね、あの音がよく聞こえてるらしいんですよ。そうなんです。で僕特にベースなんで、はい、やっぱね、あのこういうちっちゃいやつからの方がね、うん、よく聞こえる気がするんですよね。あのね、はい、下が出るやつと出ないやつがあるのよ、はい、ラジカセも、はいはいはい、だから結構ペライのもあるけど、うん、最近のやつはいいですね。だいぶいいですね、はいはい、これいいな。これね、ライブ中にこれで音出せばいいの。これ、ね、届かないんだよ。あ、本当？音が小さすぎて。あ、そう。負けるよ。あ、負ける。うん、アンペグの方がいいよ。あ、アンペグの方がいい。アンペグの方がいいよ。ねえ、いや、ピッチも安定してるし。いや、でもね、ラジカセはすごいんですよ。いや、本当にね、うん、すごいですよ、これ。びっくりした、うん、俺も。いや、思うでしょ。思う、思う。わかる、わかる。俺今結構素直な、うん、この感動なんだけど、いや俺も団長茶化そうと思ったけど、うん、実は俺も思ってんのよ、茶化そうと思ったけど、うん、あれこいつ分かってんじゃん感じになったでしょうん、ちょっとね、でしょ、うん、さすが団長って思った。すごいね、うん、ラジカセすごい、すごいよ、うんうん、そりゃいいわ。だからあのラジカセチェックするのはその、うん、ラジカセで聞かれる方もいるでしょ。その大体普通の、ね、買ってくれる人は、はい、部屋で聞いたりとか、そうそうそう、ね、うん、場所がないとこで聞く人とかはやっぱラジカセ多いですから。そうそうそう、あとそういうことなんだね。そう、あとヘッドホンチェックとかもするし、はい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 、レコーディング時に、うん、その最近やっぱその MP3 音源とかで、はい、みんなほらあの移動中に聞く方が多いから、うん、そっちのチェックとかもしなきゃいけないし、結構だからどこにも対応できるようにいろんなチェックをしないと
ダメなんですよね。なるほどね、うん、なんかいいですね今日音楽の話してますね。いや今日チャンスだよ今日チャンスだよ今日チャンス、うん、てかあれでしょ今日秀樹とエディは大阪から終電で東京に戻ってくるっていうことだから、下手したら戻ってきちゃうかもしれないでしょこれ残りの時間で。そろそろね、まあ、だから、ね、そうしたらね、うん、こんな話多分できなくなりますから。できなくなる、はい、うん、これチャンス、袖があるかないかとかの話、そうだね、はい、そんなどうでもいい話をしちゃいますから、しなきゃいけなくなるから、はい、まあ、今日いいですね。秀樹2チャンネルで袖って言われてるらしい俺本当に見ないから本当に分からないんだけど、俺のことは、うん、あの漢字で団地、あの本当の団地の団地って書かれてるらしいの、はいはいはい、表記が言ってたね。そう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 、うん、で、ハデルはハでしょ、うん、ハらしいのね。ハって書かれるでしょ、あ一文字でね、うん、一文字でハ、そう、だいたい一文字とか、そう、うん、団地で、団地は団地って書かれてるね、うん、だそうだ、たと確かユッケさんとかも輸血って書かれてる、うん、はいはいはい、確か、そう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 、輸血、もうだからそれがあだ名みたいになってて、そうみたいよ。ミュージシャンの人は、うん、ゆけつくんとかって呼んだりもするぐらいだから、うんうん、ただまさかね、うん、うちの秀樹がね、あの、まあ、いつも衣装が袖がないから袖がないっつってんのに2チャンネルでは袖って言われてる袖だとは思わなかったね。いや笑ったね。いやすごい、そっち撮るんだ、袖なしの袖の方撮るんだっていうね。ね、すごい ね、 ね、で俺のなんだっけ、俺は聞いたら、えっちゃんだっけ、えっちゃんはえっちゃんですよ、えっちゃん、はい、僕とかがもう17年前から呼んでるえっちゃん、はい、えっちゃんなんだ。そうですね、だから多分行人弁のあれなんじゃないのえなんじゃないの、ああ五右衛門の五右衛門のえじゃない、それでえっちゃんなんだ。えっちゃん、ああでも知ってくれてるだけで嬉しいわ。すごいね、うん面白いなね、うん、あ、エディちゃんはってここに。あ、エディは。エディはどうやって表現されるの？なんだろうね。絵かな。聞かなかったな。あ、なんだろう。描く絵かな。なんだろうね。ね。どうやって描いてんだろう。誰か知ってる人いたら。ね、教えて、うんうん。うん。教えてもらおうかな。ね、うん。いろんな文化がいろんなところありますからね。うん、はいはいはい、そんな。でも嬉しいですよね、そうやって。ね。なんかね、あだ名とかつけてくれるのって。そうね。ね、嬉しくない？俺小学校の時とかあだ名なかったもんねそれ多分友達がいなかったの、うん、やっぱね、名字が珍しいとそっちが勝っちゃうんだよね。下の名前とかだから太郎とかって下の名前で呼びやすいじゃないですか。あ、まあ淳とかでもそうだけど、うん、秀樹とかもそうだ、秀樹とか、ね、そういうのがね、やっぱ名字の方が勝っちゃうから。あ、そうなんですよ。確かにそうだ。だから団地のね、その双子のお兄さんは郡くんじゃないですか。そう、俺ずっと郡さんって呼んでるもんね。そう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 、みんなそうなのよ。17年前からの付き合いの人も大体名字で、うん、ちゃんと郡さんってそうね呼んでるし。あ、ん？エディは、うん、え、なんて読むのこれ、覆う覆面の服、うん、あ、マスク的な、マスク的なことか。なるほど、うん、エディはマスクなんだ。そうなんだ、はい、袖、まあ袖よりはね覆ってますから。そうね、ああそうなんだ、意外とあの二人は衣装なんですね。いいですね、うーんそうか、そうなんですよ、ね、これね、あのツイートキャスティングっていうのは30分で1回切断されちゃうんですよ。ああそうなんだ、はい、なえそれは何、法律的な。いや法律ではないんですけども。ああそう、そういうシステムになってるんで、ね、電池が残ってても、電池が残ってても。ああそうなんだ、はい、で今27分40秒ぐらいなんですね。なるほど、はい、だからあと2分半ぐらいで、2分半ぐらい、はい、1回一部の方が終わるんですけども。そうか、後半はですね、うん、まあ今回立ち上がったコーナーがありまして、はい、はい、前回いろいろそうですね、なんか相談して、はい、タイトルがジュアルであるってやつと、うん、キルスでチャーハンってやつと、うん、勝手にジュアルネーム、うん、お野菜エルニーのお優しい言葉っていうね、はい、4つのね、うん、なんか2つくらい俺分かんない。そうですね僕過半数分かんない、ね、本当に俺はね2つちょっと理解できないのがなんか適当にね、この間ツイッターでね説明しちゃったんだけどね。本当ですか、うん、勝手にジュア
UR ネームはなんかわかるわかるよくね、これはよくあることですけど、そうそうよくやってますもんね。ね、うん、なんだったっけ、うん、なんかよくわかんないんで僕もねちょっとね、うん、説明が足りなかったところがあると思うんで、はい、後でねちょっとちゃんともう一回整理しようかなと。後半の30分に、はい、うん、ね、それと、もうすでにハガキを送ってくれてる方もいるんですよ。あ、なんかありますね、ここにいっぱい。あ、結構ありますね。結構あるんですよ。あら、俺 2,3 枚かなと思ってたんですよね。うん、それがね結構皆さん送ってくれて、イラスト付きで、イラスト付きで、ありがたい、ね、嬉しいですね。嬉しいよね、こんなにたくさん。まあこれはね後でちょっと読んでみようかなと思うんですけども、早く行きたかったね、そっちにね。そんないっぱい来てるんだったらね。そうなんですけどね、うん、はい、ただこの中でもよりすぐりのやつを読まないと。一応ねプレゼントもね考えてるんで、ここで読んだ方には何かこうプレゼントしたいなっていう、あら、なんかちょっとステッカー作ろうかなとか、何かこうジョアケビのグッズ的なものを。ステッカーいいですね。ね、ステッカーとかゲンチャリに貼りたいですよね。いや別にゲンチャリじゃなくてもいいんですけど、フルフェイスとかに貼りたいです、ね、これの恋する木曜日みたいなやつ、ね、さあそんな感じで、一回一度、うん、はい、切れますので、はいはい、一部はこんな感じで、皆さんありがとうございました、はい、すぐに2部が始まります、はい、2部も楽しみに。